ということで、続いてはワークマンさんのレインウェアのコーナーに来ています。撥水加工とか機能性商品というのはもともとね、あのワークマンさんが得意分野とするところなんですけども、今回ワークマンカラーズということでさらにおしゃれになっているんではないかなということで見ていきたいと思いますけども、なんかユニセックスでね、色味も男性でも女性でもいける可愛いおしゃれなデザインで、なおかつおそらく撥水っていうことで可愛いよね。これなんかポッケもいっぱいあってね、女性にいいというかもういいんじゃないですか。あれやだ、なんか実はカッパです。え、カッパなんですかお姉さん。私、うん、こちらがカッパになります。あ、お姉さんがカッパじゃないの。私は人間です。あ、お姉さんは人間。そうだよね、こんな、なかなかこんな美人なカッパにないですもんね。こちらがカッパになっております。あー、これカッパなんだ。綿素材なんですけど、カッパになってて。綿素材なの。あ、ちょ、ごめんなさい、なんかちょっと、はい、あ、いいですか。あ、蒸れにくい素材になってます。綿だけで、これで撥水なの。あ、そうですね、撥水効果も。弾くんだって。あと浸透しにくいようになってます。はあ。じゃあこう雨の日でもこれとフードかぶっちゃったらもう傘も持たなくてもいいかもっていう感じ。ごめんなさい、顔芸がちょっと。あ、そうなんですか。あとポケットもたくさんついてて、うん、いいね、ポケット。あと後ろにも。え、あ、何、後ろのポケットはどういう意図で。あ、あ、こっから開けるんだ。そうです、そうです。ちょごめんなさい、なんかやらしいわね、なんかね。あ、こう、あ、入ります。15キロまで入れられます。15キロ。ペットボトルとか。15キロやったら結構重い。あ、これすごいかも。防水と撥水って違うの。撥水は、あくまでも水を弾く、うん、防水に関しては水を染みてこない、衣服内に入らないような防水。さっきお姉さんがやったのは防水なの。これ防水です。だから染み込まない、はい、だけど撥水は弾くんだけども時間経つと染み込んじゃう。あの、そうですね、耐水圧がかかっちゃう。なんで圧っていうか風圧、風が、あ、風圧で、風圧とかで中に染み込んできちゃうっていうのが撥水です。これに関してはあとフレームテックっていう防油の、誘拐の油なので、あの火の粉とかに強い、火の粉に強いのがこの子の特徴になる。はあ、はい、こういう試験クリア。だからもう火の粉がだから本当アウトドアに最適。あ、そうです、そうです、はい、アウトドアに最適なんです。こんなに可愛いのにアウトドアにも最適ってすごいねということですか。撥水もまあカラフルでおしゃれな感じで、はい、でもすんごい軽い。これだってもう今持ってるのの重さのほとんどがあのこの門掛け、あ、これハンガーハンガーの重さしかないぐらい軽い。これもなんかさっとね、あの軽い雨の時とかに羽織るのがいいんじゃないかなと思いました。おしゃれね。あ、ちょっと待って、これおしゃれポイントじゃない。これ色合わせられます、アピールした方がいいと思うよ。帽子、これとこれちゃんと合う色合わせができるっていうおしゃれなコーディネートもできます。ちょっと帽子かぶれるかな。あ、でも頭大きいけど結構入ってます。あ、なんかバスガイドみたいな。あ、いい、おしゃれ、おしゃれじゃないですか。はい、これだ、これだって、これ雨の日もね、うん、これは防水。これは防水です、はい。あ、同じ生地使ってる。同じ生地だからね、はい、これは1500円です。1500円。もともとワークマンってイナレムっていうのがすごい大反響、あの機能性素材。あ、そうです、そうです、機能性素材のレインなんですけども、はい、こちらですね、もともとこれが大ヒットしている、うん、でこれの、まあ、プレミアムバージョン。あ、これあれか、なんかファッションショーで水とかバーッとかかけるやつ。はい、これが本当にあのストレッチレインっていうところですごい大反響いただいてたのも、うん、あ、伸びるんだ。あ、そうです、伸びたりとかで、耐水圧が2万、糖質が2万5000。そんな過酷な現場ってあるの。これが進化したのがこの子なんですけど、この辺のものです。はい、この辺のものなんですけども、これちょっと耐水圧はちょっと落ちるんですけども、耐水圧が1万で糖質が 3万5000。なんかそれが全然規模感が分かんないっていうか、なんでですか、普通の衣服内の群れを逃がすのがすごい得意なウェアっていう。そうなんだ、はい、ちょっとこれ羽織ってみて。あ、全然、はい、
綺麗な。これフードに。いやフードがあった方が可愛いって。はい。これがまあゴルフウェアとして。あゴルフウェア。あでも、はい、軽いもん。そうなんですね。でおしゃれだし、ね。音もしにくいので一応こういったような。もう全身コーディネートだと下もあるんだ。そうか。そうですね。こちらパンツですね。すごい。パンツはショートパンツ。ショートパンツ。こういったショートパンツにもできるツーウェイの仕様です。あ、これさっきの同じものがこう。そうですね。ここが切れるので、ここのところが取れるんです。あ、知らなかった。はい、あ、じゃあ夏場でも。夏場でも全然。これはこのパンツ目立つよ。もうこれから1キロ先からでも分かると思う。そうですね。だいぶ赤い色なので。まあでもいいかもね、目立ちたがりの皆さんにはぜひぜひ。こちらも同じように半袖になるし、ね、あ、半袖になるんだ、はい、腕が取れるので。じゃあ半袖でも雨の、だから梅雨の季節とかいいですよね。そうですね。だってゴルフだとあの腕のこれが邪魔だよみたいな、袖が邪魔だよっていうことが多いので、結構半袖になる仕様も結構多かったりするんですけど、はいはいはい、そういったものにもちょっとまあ特化して今作ってるような形になってます。なるほどね、はい、ちょっと半袖で着てみてもいいですか。ぜひぜひ。めちゃくちゃ綺麗。ごめん、選挙応援したくなっちゃう感じ。動きやすい、圧倒的に腕の周りが動かしやすくなりました。あとここはタグつけてるので、この分生地が引っ張られない。普通こうやってアドレスすると前に出てきちゃうんですけど、ああこのタグをつけることで前に出ないように。どこが前に出ないの？ここの生地、ここの前の生地です。これ一回こう取ると、こういうような感じで膨らみがあるんですけど、うん、この膨らみを抑える。膨らみ？ここにこういう、こういう形でタブで調節できるような形になってます。邪魔にならないってことよね。そうですね。アドレスした時に邪魔にならないようになってます。じゃあもうこれ雨の日のゴルフには最適。これね、芝生の緑とね、この赤で。うんうん、歩くイタリア人みたいな感じになりそうですね。ありがとうございます。はい、ということで今回ワークマンさんのワークマンカラーという展示会に寄せさせていただきましたけども、本当ね、今までのワークマンさんのイメージから大きくカラフルになって、ファッション性重視ということで、だけど機能性もあるということでですね、とってもあの私回ってるうちに興奮してきちゃって、もうなんか変な汗が出てきちゃって、これはでもワークマンのせいなのか更年期のせいなのかちょっとよくわかんないんですけども、とにかく本当にイメージが変わってですね、普段使いしたいものとかもあったりして、今度ね近くのワークマンとかにも行ってみたいなと思いました。ということでですね、これから現場の肉用ですでは皆さんが気になるようなですね、沸騰している現場に助走がガーッと行ってですね、そこで現場で起こっていることを皆さんにねお伝えしていければというふうに思っております。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。よろしかったら高評価ボタンとチャンネル登録の方をお願いいたします。では僕の工事時計でした。ありがとうございます。